タグチジャパンは、新日本プロレスのユニット。2017年1月5日に、正規軍のタグチタカスケ、棚橋博、中西学がタッグを結成して、ネバー6人、タッグ王者のロース・インゴー・ベルナブルズでジャポンに突如、挑戦して、勝利を収め、第10代王者組となった。この王者組を母体として結成されたユニットである。タグチが自ら、監督となって、 サッカーのサムライブルーや野球のサムライジャパンをモチーフとしたユニットで試合中に監督の田口による戦術式やミーティングかつて読売ジャイアンツで指揮を取った原勝則が行っていたグータッチ等のパフォーマンスも見られた田口はメンバーの追加入れ替えや監督交代の可能性も示唆していたまた敵対しているユニットからも招集することもあった さらに、ワールドプロレスリングの放送を中継している、テレビ朝日のシーンやドラマ、豆腐プロレスの出演を機に、大のプロレスファンとなった、アイドルグループ、SKE48 の松井樹里奈が劇中で演じる、ハリウッドジュリナとして、強化指定選手の扱いで参加していた。サッカーの選手とサポーターの関係になぞらえて、ファンのことを、12人目の選手と呼んでいた。 東京オリンピック2020よび東京パラリンピック2020を応援する意味合いもあり、オリンピックが終了した2021年8月20日をもって解散を発表した。2017年1月5日の結成時には急増チームだったこともあり、チーム名はなくリーダーも決まっていなかった。田中氏は試合後、まあ、おいおい、チーム名発表しますんで、 それも、これからですとコメントした。翌シリーズ開幕戦前、以前より発売されていた、田口の応援サングラスに新色が追加された。新日本プロレスの社員が作成した商品説明によれば、サッカー、日本代表をイメージしたような青で、その説明には、田口ジャパンという文言が含まれていた。これを見た棚橋が、チーム名、田口ジャパンだったのか、 ツイッターで自らツイートした。田口もこれに全のっかりする形でチーム名が田口ジャパンに決定し監督としてチームを率いることになった。ありがとうございます。